こんにちは、あおりなです。2021年が明けまして、キャンプにねまだ行けてないのでキャンプの動画はまだ出せないんですが、前回の、コメダコーヒーの福袋の開封動画でもちょこっと話させていただいたと思うんですが、抽選の福袋を全敗しましたということと、あと私はですね、スターバックスの福袋毎年応募していますという話をさせていただきました。キャンプを始める前、実はもう10代の時、20代ぐらいからかな、20歳ぐらいの時からですね、スターバックスに通い詰め、スターバックスのグッズを集め、そして福袋も当然のように買い、そういうスターバックスグッズの収集をしていたんですね。スターバックスグッズを収集をしていました。キャンプをね始めてからはあんまりスターバックスのグッズも並行して買わないようにはしていたんですが、それでもねやっぱり2年前ぐらい、1年ぐらい前まではバンバン買ってて、当然去年も何個か買わせていただいたんですが、それぐらいスターバックスを愛してる年数は自分で言うのもなんですが長かったつもりなんです。でも、2016年を最後に、抽選販売に切り替わりましたが、2017年からスターバックスの福袋っていうのは抽選に切り替わりました。私はその2017年から今年で5回目、2017、18、19、20、21で5回目ですね。5回抽選をして5回とも外れて5回とも外れてるんですね。でスターバックスはですね、11月頃に抽選があって、12月に当選の発表があります。でそこで、1週間ちょっとの間に入金をしなきゃいけないんですが、その入金ができなかった人で、要はキャンセルっていう形で出た分が追加当選という形で、繰り上げ当選という形でもう一回当選通知が来ます。でそれに当たった人と第1回目に当たった人の中で1月1日から6日の間にお家に届くっていうような流れにはなるんですが、1月の7日に、追加販売のメールが来たんですけども、まず何に悔しいかというと、当たったのに、抽選販売当たったのに交換しない人、なんかすごくだったら応募しないでっていうのが素直な気持ち。本当に欲しい人周りにもたくさんいるし、当たらなかったっていうやり取り何人かもねしてるし、そういう人に当たらなくて、あ、当たったけどいいや、お金振り込まなくていいやっていう人、そういうのはやっぱりだったら最初から応募しないでほしいっていうのがまず一つの気持ち。スターバックスさんが2021年の福袋を用意して完売できなかったから追加販売っていう形に切り替わるのはいいと思うんですが、だったら年内に全てやってほしかったっていうのが素直な気持ちなぜならやっぱりスターバックスって福袋の中身が年々豪華になっていて、で今年はねタンブラーとバッグとクッションとっていう感じで、もう内容もね、もう1週間、1月7日なんで1週間も経ってるんで、開封動画ももちろん出てるし、 YouTube で福袋開封動画っていうコンテンツがあるぐらいなので、スターバックス人気の、今年なんかは倍率17倍とか言われてたぐらい人気のスターバックスの福袋開封動画、たくさんの YouTuber さん上げてますし、写真ももちろん SNS に上がってるし、私はそういうのを見て、あ、今年はいいなとか、あ、このタンブラーいいなとか、そういう気持ちでいたので、もう内容を全て知ってしまっている状態での福袋購入っていうのはちょっとやっぱ楽しみが半減してしまってるなっていうのが、一つ気持ちとありしてあります。内容もネタバレしてしまってはいるんですが、スターバックスの福袋ってその福袋限定に作られたグッズが最近はね、近年はすごい良くなっていて、値段も7500円、税込み7500円でちょっと高くはなってきてるんですけども、でもやっぱり
内容がすごい良くなってきてるし、特に今年と去年は私はすごい当たりだなって思っていて、バッグも可愛いし中のグッズもすごいお金かかってるなって思うので、それにプラスコーヒー豆だったり、ドリンクチケット、あとは、そのシーズンでやっぱり、まあ、売れ残りのタンブラーとかマグカップとかグッズも何個か入ってるみたいなので、それが何が入ってるかっていう、まあ、何パターンかもう見てしまっているんですが、どれが自分に回ってくるかっていうのはまだわからないので、福袋2021を狙いに行きたいと思います。今回の動画はその動画です。ま、だいぶ前置きが長くなってしまったんですが、今回の動画はスターバックス2021年福袋抽選は外れてしまったけど追加販売ゲットするぞの動画です。そして無事ゲットできたら、この動画の後半で福袋開封してみんなに喜びを伝えられたらと思います。そしてたくさんたくさん DM をくれたみんなの分も背負って、私は追加販売何としてもゲットします。1月の8日、今現在11時48分です。あと12分後に、スターバックスオンラインから、福袋の追加販売がスタートします。昨日1月の7日の、まあ、仕事中だったんでちょっと見るの遅かったんですけど、朝の10時20分に、スターバックス福袋2021オンライン追加販売のお知らせということで、こういうメールを受け取りました。で、1月の4日金曜日12時よりスターバックス福袋2021をオンラインストアにて追加販売しますということで、なので、あと10分後、今49分になったんで、こういったねメールが来ました。で、在庫数はわからないので、なくなり次第終了ということで、なんとしてもこの福袋をゲットしたいと思います。ログインをしておきます。すぐ買えるように、ね、ログインをしておきます。スターバックスオンラインは会員は無料で、この会員に登録ができます。で、ここにね、薄く1月8日12時販売開始っていうページがあるんで、多分12時になったらここが開くのかなっていう感じです。で、ここに Q&A もあって、店舗での販売ありますか、いいえ、全数スターバックスオンラインストアでの販売となりますということでね、今年は多分コロナ禍もあったので店頭販売は一切なかった感じですね。で、福袋の中身を教えてくださいという質問。リサイクルコットン生地の一部に使用した綿ハンプのトートバッグに、福袋限定ステンレスタンブラー、これが欲しいんですよ。で、その他オリジナルグッズやスターバックスのコーヒーなどが詰まった福袋です。店舗で使えるドリンクチケットやお好きなコーヒー豆と引き換えられるカードも入っていますということでね、このドリンクチケットとコーヒー豆と、あとコーヒー豆に換えられるチケット、この3つだけでもだいぶお金かかってるから、7500円を高いと思うか安いと思うかっていうのは人それぞれだと思うんですが、タンブラーだけでも本当に高いんで、コーヒー豆の引き換えの対象商品を教えてください、対象商品や引き換え期間等の詳細はお楽しみですということで、カードに書いてあるそうです。で、いくら相当の商品が入っていますか、申し訳ございませんがお答えできません、商品の組み合わせの都合上内容の総額が異なりますということでね、多分ですけど基本となるパックは同じなんだけど、そこに、追加のタンブラーとかグッズとかマグカップとかが変わってくるから、そこで金額の差が生まれますっていうことだと思います。あと、他の人の福袋と中身が違うので交換してもらえますか、すごいこと言うね。福袋はスターバックスリワードのスター対象ですか、対象ですっていうことですね。はい、ご購入ページで手続きの際、マイスターバックス会員サービスに登録していただいたスターバックスカードで福袋代金を支払いいただきますと、スターバックスリワードプログラムのスター対象となりますということでね、これは、スターバックスってマイスターバックスっていう会員にまず入ります。これは無料で入れます。
で店舗でですねスターバックスカードってい こう可愛いカードがあるんですけど、そこにお金をチャージしてお買い物とかコーヒードリンク買ったりとかってするとリワードっていう星がもらえます。要はポイントみたいな感じで、でその星を150個集めるとコーヒー豆に変えられたりドリンクに変えられたりっていうサービスができるっていうことですね。でその対象になっているそうです。私もスターバックスリワードを集め、あとスターを集めているので、スターバックスカードで今回は福袋の代金をお支払いしますということで、ログインしてあるんですけど、スターバックスカードの残高を7500円以上に入れといてください。決算の時足りないとなるとチャージする時間がもったいないのでね、私は昨晩もうすでにチャージ済みです。もう絶対に買うつもりでいたんで、でこのねスターバックスカード自体はだいたい1000円からチャージすると1枚そのカードを店頭でもらうことができます。その四季折々いろんなカードが出てくるので、これを集めるのもねすごいスターバックスファンとしては楽しみの一つです。あと今現在時刻が11時55分、あと5分です。で今ちょうどお話に出たスタバのカード、どんなのがあるのか、まあ、私のコレクションしか見せられないんだけど、こういう感じでこういう感じでいろんなカードがあり、もちろんあのカードで受け取ってこのスターバックスの会員にあのペイにね登録するとこういう感じで画面でこういう感じです。そう、私の気に入ってるカードはねやっぱりクリスマスが一番かわいい。でも花火もすごい好きで、2016年のキラキラ花火とかすごいかわいい。こういう感じで、はい、そうこうしてるうちに11時56分です。ドキドキ、頑張ってゲットしますね、なんとしても。いやードキドキ。え、システム障害って出てる。え、どういうこと？システム障害って出てます。買えないってこと？さっきまで開けてたのに。そんなことあります？ダメだ、全然開かない。システム障害中です。アクセス集中ですかね。へー、そんなのやだ。全然関係ないけどこれめっちゃ可愛いですよね、このマグカップ急に折り込んできちゃう。スターバックス好きなんだよ。でもやっぱキャンプ道具もすごい高いから両方をね買うっていうのはやっぱり贅沢だからね、スターバックス我慢しております。全然つながらない。オワコンですかねこれ。みんな願ってて今58分、全然つながらない。 Wi-Fi 切ってみようか。今59分になりました。あと1分です。これもスターバックスの、これすごいお気に入り、スタンレーとのコラボの、これすごいお気に入りです。赤が出るのはねずっと待ってたんです。やばいかも、全然つながらん。20秒ぐらいかな。 OK、 12時になりました。画面切り替わるのを待っています。めっちゃ重い。これアクセスダウンするかな。これでゲットできなかったらもうなんか2回失恋したみたいな感じ、もうすでに泣きそう。いや全然開かなくなっちゃった。100個ぐらいあるかな福袋、全国で100人に入れるかなみんな頑張ろう、今一緒に戦ってる人。システム障害出るんですけど、スターバックスさんお願い、つながって頼む。1分でいいからつなげて、もうバチャ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 って買うからお願い。
もうこれ次つながった時にはもう販売終了になってたらもうめっちゃなえる。今12時1分です。あーダメだ、全然つながんないや、マジか。来たの、買えないパターン、買えないパターン来るよ。頼む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 、システム障害しないで繋がって。いやー大変ですね、スターバックスに働いてる人も大変だ。あ、サーバー停止していますだって。今12時2分になりました。この2分の間にどれだけの人が買ったかですね。アオリナは変えていません。12時2分諦めない諦めない諦めない、お願い。もうね、スターバックス の、 そのホームページっていうかオンライン自体がもう一切つながらない状態、サーバーダウン中ですそうでしょ、やっぱりダメか、アクセスできないパターンね。今12時3分になりました。いやーお願い、あんなに恨み節書いたから買えなかったのか、買えないのか、もう泣きそう、半べそ書きそう、あんなにおこですとか言ってたのに何がいけないんでしょうか。今12時4分になりました。これはだいぶ雲行きが怪しいです。買えない恐れがございます。もう5分が経ちました。もうだいぶ在庫がなくなってるんじゃないでしょうか。どうしちゃったもんでしょうか。12時6分になりました。6分経過です。全然つながりません。これはすごい、あっぱれだね。それだけみんな楽しみにしてるってことですよね。全然ダメ、ずっとこのシステム障害メッセージが出てきます。相当パンク中ですよね。いやこれはスターバックスコーヒージャパンさんも大変ですね。んでも一瞬でいいからつないで、一瞬でいいから。ダメだダメか。いやこれはもう買えなかったパターン、嘘でしょ、嘘だと言って。もう2回傷つけられるのは嫌だ、1回までにしてまあでも自分から傷つきに行ってるんでね、何の文句も言えないけど、買いたい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 福袋買いたい。システムメンテナンスのお知らせが止まりません。これはもう買えないってことですか。皆さん買えました、同じ時間、今12時10分になりました。10分間一切つながりません。皆さんは買えました、この動画を見てくれている皆さんは買えました。私は12時10分ですがまだ買えてません。もう気持ち半分折れてますだいぶ心が落ち込んでます。やっぱり買えないかも、あーやっぱり買えなかったってあおちゃんに LINE するのつらいなやっぱり買えなかったよっていうのすごいつらいな。あおちゃんも応援してくれてたのに。今12時11分になりました。30分ぐらいかかりそうですね、これ長期戦。もう動画撮影もう36分、40分ぐらい撮ってるね。いやー気持ちが折れてる、だいぶ折れてる。12時15分になりました。
やっぱ 5G にしなきゃダメだね。 5G にしないと。これ1日買えなかったら1日引きずるやつやん。これページが消去されました。だって福袋ページもうなくなってしまいましたけどほら12時17分です。もうすぐ20分になります。福袋404ノットファウンドになりました。ページが、福袋のページが存在しなくなりましたこんなことあるんですか。もうあれかな、販売数達しちゃったからページすらもう開けないみたいな感じ。ダメだったか。みんなにいいお話ができればよかったのに。諦めない。完売っていうページが出るまで私は諦めない。いやでも繋がらないことにはもう諦める気持ちも諦めらんないよ。どうしたらいいんですか。今日1月8日は本当は金曜日平日なんでお仕事なんですけど、今日から緊急事態宣言が発令されて、私はですね今日からお休みになりました。まあ、またねしばらくしたすぐお仕事行くんですけど、今日から連休中は世間の3連休を含めてお休み、しばらくお休みします。だからね今日は休業になってくれたから0時ちょうどにこれね福袋参戦できると思って嬉しかったんだけど、それでもやっぱ繋がらないですね。残念です。ページを表示できません。目的のページは削除されたかアドレスが変更になっている可能性があります。あ、そうです。ホームページやサイトマップから目的のコンテンツをお探しください。もう悔しいから今日はコメダに行こうかなもうスターバックスファンやめようかとか言っちゃって買えなかった。買えないのか、残念だね。諦めれないけどまだ最後のページが出てな、来ないから、なくなり次第終了だからダメですね。ダメかもりーちゃん。お母ちゃんまた買えなかった福袋。ちゃんです、完売しましたっていうさページが出るまで諦めないってやろうと思うけど、とりあえずこんな時にチャムスの新作情報が来ましたウィッタ7500円をチャムスに買っちゃおうかなとか言っていやーもうすごい笑ってるけどね、もう今にも泣きそうなぐらい結構ショック、結構ショック。いやー甘かった考えが。そうだよな、17倍だもん、倍率17倍ですもん。外れた人はそれだけいるんですよ。だからこそ本当に欲しい人がこんなにいるんだから、とりあえず応募してみたみたいなのやめましょうね本当に私だけじゃなく本当に欲しい人がいっぱいいるんですよ。そうだから当たったら買ってほしい、交換してほしいなって私は思います。追加販売とかならずに繰り上げ当選とかもなしで、もう一発で抽選で当たって1月に福袋と交換っていう、それだけでにしてほしいです
やこれはちょっとね変える気配ないので、今回は福袋購入して追加販売で何としてもゲットして皆さんに福袋を開封して私の喜びを伝えたかった、誰にっていう感じなんだけど、うん、でもやっぱりこのスタバ福袋の神様にはだいぶ見放されちゃってますね。鍛錬が足りないです、ね、これからもスターバックス愛を届け、まあ昨年はねコロナ禍もあってタンブラーの販売とかも少なかったからだいぶ修行が足りなかった2021年はコーヒー飲みにね行きたいと思います。いやーショック結構やばい、買えなかった、やばい12時26分です。404ノットファウンドってことで、ページすら開けなくなりました、ついにははい、ということでじゃあ今回の動画は、グダ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 、グダ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 、今回の動画はグダグダ最初言ってましたけども、スターバックス2021、ちょっと待ってね、気持ちがはい、今回の動画はスターバックス2021福袋追加販売チャレンジしてみたの動画でした結果今回も惨敗でした、ピエーン本当のピエーン、買えなかった、いやもうショックね、この2017、18、19、20、21と5年間連敗してます、2021なので、今年もまた11月に2022の抽選があると思うので、私はまた地道に抽選応募したいと思います。そして今年はまあ青ちゃんの力も借りてねもう今年は家族に頼ってみようかな、みんなにね応募してもらおうかな、本当は嫌なんだけどね、本当は嫌だけどやっぱ数打たないと当たらないっていうことがよく分かったから、いやーもうすごい悲しかったけど、みんなにこれを見てもらうのもどうかと思うんだけどちょっとね最近キャンプの動画上げれないから、これから緊急事態宣言出たし、なかなかねこう楽しいニュースお送りできないので、まあ今回の動画はこんな形になってしまいましたが、最後までご視聴いただきありがとうございました。そして、スターバックスの福袋当たりますようにって DM 送ってくれたみたいだ、買えなかった、みんなの気持ちが嬉しかったです、本当にありがとうございました。結果はね変えなかったけど、今もずっとやりながらやってるんだけど、もう全然ダメ、ページがもうなくなっちゃった こんなことあるの、あおちゃんに言うのすごい辛いな、買えなかったって笑顔で LINE したいと思います。7500円、なんか美味しいもの食べに行こうって言おうと思う。こんな動画になってしまって申し訳ないんですが、今回の動画は以上で終了です最後までご視聴いただきありがとうございました。
来年こそスターバックス絶対当たるよって応援してくれる方はグッドボタンとコメントで応援よろしくお願いします。何が悔しいってね、こうみんなにね、変えたよってやりたかった、スターバックス変えたよって、これもスターバックスなんだけど、スターバックスばっかなんだけど、変えたよってやりたかったから、それができないのが悔しかっただけです。別にいい大人なんでこんなことで泣いてちゃダメだって分かってるんだけど、みんなの DM がすごい嬉しかったから、その気持ちに応えたかっただけです。はい、ということで次の動画でまたお会いしましょう。またね。皆さん、先ほど12時スタートの、スターバックス福袋2021年追加販売、1月8日12時スタートということで、12時前からスタンバイして、もう12時ぴったしでサーバーエラーになっちゃって、そこから、まあ、30分ぐらい動画撮り続けて、まあ動画をね締めたんですけども、なんと時刻見てください、1時22分1時間20分だって、こちらなんと福袋購入できました。ちょっとねびっくりしすぎて、あの今あの後ちょっと今日この後予定があったので外出してるんですけど、あとずっとね携帯でつなげ続けてたんですよ。でもノットファウンド404エラーずっと出てて、もうツイッターとかの情報も見たんだけど、みんな同じ感じだったから、これはもしかして単純にサーバーダウンしてるだけなのかなと思って、あのソールドアウトの文字が一切出なかったんですね。だからこれはもしやと思ってずっとつなげ続けて1時間20分急に商品詳細のねページにつながったんですよ。もうびっくりしちゃった。慌てふためきはしてないけど、お金もチャージしといてよかった。もうすぐ買えた。で今ねもうすぐつながるから、これちょっとさやばくない？こんな感じでもう、あ、オンラインでの在庫ゼロになってます。ほんと一瞬でしたね。この22分に今動画撮り始めたんだけど、もう 2,3 分で完売しましたね。恐ろしい。いやでもなんとか購入できた、よかった。ということでこの後は開封動画をお送りしたいんですが、もしかしたら尺が長くなってしまってるので、このまま終わりにしたいと思います。まあちょっと外出先で車の中で撮影してますが、無事購入ができました。5日以内の発送ということなので、届き次第開封動画撮りたいと思います。みんな待っててね。ということで次の動画楽しみにしててね。またねー。